さあ、オリックスですけれども、今回の内容は、第一次戦力外通告ということで、とうとうですね、この季節がやってきてしまったということですけれどもね、いくらなんでも、今回ばかりは、この時だけは、仏のふくらさんもですね、かなり厳しくなるということで、誰しもが予想できなかった、今回の戦力外通告ですね、特に、ちょっと驚いた3人についてお話をしていこうかなというふうに思っておりますけれども、これを見ると、ちょっと支配下はより厳しいというかですね、もしかしたら、育成ね、今回3人ピックアップしますけども、それ以上になんか厳しくなるのかななんていうふうにも、思いました。他の選手に関してはまた明日ですね、お話をさせていただこうかなということで、今日はこの3人にちょっとピックアップをさせていただきます。特に驚いた育成3人ということで、まず1人がですね、中川颯投手ですね。年齢が24歳ということで、まだまだ、若い選手ですけれどもね、大卒入団3年目ということでございまして、去年ですね、めちゃめちゃ驚きましたけれども、戦力外通告を受けて育成でね、悩みに悩んで再契約を結んだということでございますが、ここ2年ねかなりちょっとメンタル的に限界だったんじゃないかなというふうに思いますので、いろんなことがねあると思いますし、僕らにはこう見えない、本当にこう内部の首脳陣とかチームメイトにしかわからない部分だとは思うんですけど、なんかねちょっとこう榊原投手パターンにちょっと似てるのかなということで、こう実力はねすごく発揮できてるので、そこはちょっとバラとは違うかなと思うんですけど、メンタルっていうところですか、そこはちょっと似てるのかなというふうに思いました。2020年のねドラフト4位ということでございます。今年の2軍ですね、見ていくと21試合に投げて防御率が 1.38、 32イニングということで、先発であったりとかリリーフね、でこう投げていてということで、1イニングだけじゃなくて複数イニング投げてっていうこともありましたんで、今シーズンはもう何回もね死ぬほどシーズン中の支配下昇格っていうところで考察をしてましたし、残り3枠ね今現在空いてるので、67枠で、支配下登録期限迎えてるってことですから、いやそれどう考えても早く入れるだろうなというぐらい、いい数字を叩き出してたわけですよね。で結果的にはシーズン2に昇格はならなかったんですけど、じゃあオフの昇格は間違いないのかなっていうので、オリックス今ねリリーフ陣がすごいやっぱ熱い、山岡さんも先発から、後ろに回ってきてですね、引き続き阿部宇田川がいて、総一郎がクローザー代役を務めるぐらいまでになって、吉久はね、250セーブ達成するぐらい健在でってことを考えると、ちょっと入る隙間がなかったのかなというふうに思いました。なので今シーズンというよりかは1年間しっかりとですね、2軍にいて来年から堂々と支配下登録するというなんか流れなのかなというふうに思ったんですが、振り返ってみるとですね、よくよく考えてみたら去年、石川選手がオフで、加入しましたけど、その時にね背番号37をこうつけてたんですよね。若月選手の前の番号ということもありますけど、この37番は若月選手の後は早手がつけてましたから、その番号をねつけるということは、あれちょっと待ってと、支配下昇格どうなんだっていうところがありましたよね。で富山投手とかムクロキ投手の背番号っていうのは15番もそうですし、空いた状態なんですよね。28番もそうですよね。なので埋まったってことはちょっと支配下あれ考えてないのかなーっていうふうに思いましたけど、改めて見るとですね、それ以前の問題だったのかなということで、そんなこと言ってる場合じゃないという感じだったのかなと思います。で颯のねちょっとコメントなんですけども、辛くて悔しい3年間だったが後悔なく完全燃焼できたということで、この辛いっていうのがですね、一軍に上がれなかったとか、育成でちょっと終わってしまったとか、そういうことではなくて、単純にねいろんな意味がこう見えるなという感じでございました。でこれね北野さんの記事だったんですけども、故障をきっかけにねなかなか体の連動ができなかったっていうのがありましたけど、結構人間関係にも、苦しんだそうですね。であんまり多くは語らないってことで、結構やっぱ深刻だったのかなというふうに思いました。僕らはねなんかすごい綺麗なフォームで、オリのサブマリンと里中だというふうに言ってましたね。山田久志さん以内の、アンダーだということで、すごく期待をしていたのかなというふうに思うんですが、立教大ではね、エース務めたりとかクローザー務めたりとかしてましたから、非常に驚いたんじゃないかなというふうに思いますけど、いい思いを一度もしていないというふうに言ってましたね。それでも、これからの人生にとってはいい経験になりましたと明るい表情で語っていたということで、トライアウトにも参加をするのはちょっと未定だそうですけど、現役続行の意思は固いというふうに記事としてはなってました。入力コーチからはね、お前ならやっていけるよというふうに言われたそうなんですけど、この人間関係っていうのが、ちょっとオリックスね、結構若くて、和気あいあいとしてるイメージなんですけど、ここがやっぱちょっと苦しいんだっていうことですから、
やっぱなかなか難しいですよね。そしてやっぱ育成打診のパターンって翌年戦力外になることが非常に多いですよね。オリックスで言うと岡崎さんとか榊原さん、去年で言うと勝又選手とか鈴木優投手が、巨人に入団して結局ね退団をしてってことがありますから、なかなか育成打診っていうのが1年間の延命みたいな感じで捉えられてもおかしくないのかなというふうに思いました。そして2人目ですね、西浜雄星投手ということで20歳ですけど、一番今回の第1次で驚いた部分ですね。なんせ22年、去年の育成ドラフト1位の、ルーキーですから、しかも、所属先が群馬ダイヤモンドペガサスだったんですね。そこから高卒で、2年間在籍をして、オリックスに来たということですけど、その時の監督ですねが、スカウトとして牧野さんですけど、入団をしているので、一緒にですね監督と、入団をしたということで、二人三脚でねちょっとオリックス迎え入れたということだったんですけど、今シーズンは3試合に登板して防御率9点台ですね。しかも最後の登板なんと4月の5日です。それ以降2軍の試合では登板をしていないということなので、非常に有望株だとは思うんですけどね、この、二人三脚2枚で、しかもオリックスで育成できなければちょっと他球団厳しいんじゃないかなっていう、声もありますよね。まあ2軍の試合とか見ていくとコントロールにちょっと苦しんだのかななんていうふうに思いますけれども、これね育成のルーキー、自由契約ということで、いろんな意味がありますけどもね、もしかしたらオリックス育成ドラフトでちょっと声かけても、いやちょっと1年でクビになるのはみたいな、事例も出てくるのかなと。そうなってくるとですね、オリックス育成出身、今年で言うと東、宇田川、茶野、この3人がね、この3連覇の間は活躍したかなというふうに思いますが、この3人のような選手っていうのはもしかしたら生まれにくくなってしまっているのかなというふうにも思いましたね。そして3人目、園部選手ということで、年齢24歳ということで、この日はですね、5人発表されたんですけど、追加で1人ですね、追い戦力外通告発表というね、なかなか珍しいことで、多分ね、事務の人の不手際というか、不備で発表し忘れた、入れ忘れたのかな、なんていうふうに思うんですが、個人的にはね、この3人の中では一番惜しいなというふうに思ってます。内野手ですよ。21年のね、ドラフト、育成で入団をしましたけども、ここにも、もう手こ入れが入ってきているということでございます。で、もっと言うとね、さっきの、西浜投手、もう22年組ですから、もう1年単位でね、育成とはいえですね、ちょっとこう、手こ入れが入るということですけど、育成ドラフト2位の選手でございます。来年ですね、今が24歳なので、大卒社会人と同じです、ルーキーとしてね。だから今年、大卒社会人ちょっと指名するみたいな感じで、他の球団が獲得する可能性全然あるんじゃないかなというふうに思ってます。なんせ今シーズン2軍でですね、43試合なんですけど、打率はね、2割7分8厘。これ育成の野手では6番目の79打席なんですけど、OPS がね、非常に高いということで、Twitter でもね、ホームラン打ってる映像を流しましたけど、綺麗にああいうホームラン打ってるんですよ。二遊間の選手ということで、育成野手のね、打席数見ていこうかなと思いますが、一番多いのが上野選手というね、驚きましたけど、ショート守れるっていうところで、オリックス2軍でね、内野陣、あんまり数が足りてないっていうことがありますから、そういった側面もあるのかなというふうに思いますが、セデーニョね、平野、このあたりは支配下になりました大里選手もそうですよね。その6番目に、園部選手が打席に入ったということでございます。で、ここに関してはね、こんなに惜しい選手、じゃあなんで、戦力外にするのかってことですよ。もちろんね、自分の意思でっていうのは西山投手同様で、あると思いますよ。自分でちょっとこう辞めたと、他のところに行きたいと言った可能性もありますが、一番はオリックスの事情を見ていくと、やっぱ太田亮選手、義母選手、紅林選手、野口選手と二遊間が混合してるんですね。しかもそのうち義母選手以外はドラフト上位指名の選手です。ドラフト1位の太田、2位の紅林、野口と、ここにやっぱ割って入らないといけないわけですね。しかも右打ちの、二遊間、サード守る、考えると紅林と太田選手とやっぱ競争しないといけないということで、かなりやっぱり参加のハードルが高かったのかなというふうに思いました。ただ一方で普通にどっか取りそうだなっていうふうに思ったのが、3球団ぐらいあったんでちょっとご紹介させてもらいますけども、まず中日ですね、同じ日に25歳右打ちの伊藤選手を放出しました。しかも球団代表は今後は支配下選手の育成契約もあるというふうに言ってるので、育成選手の複数保守みたいなところは視野に入ってるってことを考えるとですね、園部選手声がかかってもおかしくないのかなというふうに思います。しかも同じリーグでございます。そして広島ですね、広島に関しても22歳から29歳の右打ちの内野手が不在でございます。ここに関してもガラッと、やっぱ空いているので、そのあたり考えてもですね、お声がかかってもなんかおかしくないのかなというふうに思います。そして同じウエスタンのですね、阪神ですけど、阪神は19歳から26歳の右打ち内野手が不在ということで、24歳の園部選手ドンピシャなので、同じリーグということもあってですね、声がかかってもおかしくない
ないのかなというふうに思いました。ということで、ざっとですね、第1次で特に驚いた3人についてお話をさせていただいたんですけれども、今後はですね、中川隼人、西浜、園部、このクラスをリリースするのであれば、トライアウトで誰獲得すんねんってちょっと思っちゃったんですけど、どうするんですかね。今まで小野さんとか、田代選手とかですね、獲得をしてきたわけですよ、上野選手とか。彼らのような選手を獲得して、そしてこの3人を切るっていうのはね、なかなかにちょっと説明がつかないんじゃないかなっていうふうに思うので、まあそれぞれの意思でね、辞めたのであれば仕方がないのかなっていうふうに思うんですが、まあ、改めて今回の、テーマについて何か思うことがありましたら、ぜひコメント欄を通じて教えてもらえたらなというふうに思ってます。ということで、今回のお話は以上とさせていただきます。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。次回もオリックスについて語っていこうかなというふうに思いますので、チャンネル登録と、そしてグッドボタン、ツイッターのフォローなどなどでですね、応援をしていただけると大変嬉しいです。それでは今日もありがとうございました。